始まりましたチェールズラジオルーム改めましてこんばんはチェールですこの番組は皆様の夜のひとときの癒しになれればと眠る前の少しの時間ですが私チェールがトークや歌を皆さんにお届けするラジオ番組になっております ベッドに腰掛けながらゆるりとチェ、えー、ラジオ収録しているんですけれども皆さんは普段チェラジオどんな様子で聞いてくださっているのかなってちょっと思ってなんか夜も深い時間なので。 皆さん、ベッドに横になりながらとか、もしくはまだまだお仕事が終わらない、まだお仕事の最中に聞いていただいていたりするのかなとか、まあ次の日にね、もう眠っていらっしゃる方は次の日に聞いてもらったりしてるんだろうなとは思うんですけど、どんな様子で皆さん、 チェールジオを聞いてくれているのか気になったので教えてもらえた嬉しいですチャットとかでね今週はですね今週だったかあれは <laughs> あのツイッターにね載せたんですけども先日お友達にねあのこんなお店があるよって教えていただいて一緒に 買いに行ったんですけども、そのお友達も私がジブリが好きなのを知っていたので、えっとね、世田谷大田だったかなの駅の近くに、白ひげ白ひげなんだっけど行 <laughs> ったのに忘れちゃった。あの、ジブリのトトロの、あの、シュークリーム、白ひげのシュークリーム工房だ。というところがありまして、 あのそこにトトロの形をしたシュークリームだったり今はあの夏季限定土日限定なんですけどポニョのゼリーが売ってたりあのジブリのねあのキャラクターのお菓子が売ってるということであの行きたいなと思って行ってみたんですよで行ったんだけどお昼過ぎに行ったんですよねそしたらねすごく雰囲気のいいところで。 でえー、と海外の方もちらほら何人かいらっしゃってで、えー、と2階が喫茶店だったかなカフェで1階があのテイクアウトのケーキとかを買うところなんですけどなんか、まあ、何も調べずに行ったんら普通に完売してましてそうだよなと思ってで、まあ、聞いてみたら。 あのー、オープンして30分ぐらいでもうほとんど売り切れてしまうということで、で、カフェももう物が全然なくて、どうしたもんかと思っていたら、あのー、なんか今ちょうど電話予約されてた方からキャンセルが入ったので、シュークリームを2つだけならあのご用意できるんですけどって言われて、 本当奇跡的にあのシュークリーム2つ買うことができて友達と私と2人で行ったので奇跡だみたいになってでもそこでもう嬉しくなっちゃってまあいろんな,なんかなんだけどトトロの形のクッキーとかまだあったので買えるものを買ってでそこがねなんとまあ私が調べた情報なんですけどこう宮崎駿さんの弟さん夫婦が 経営されているのかなかなんかその情報をあの得ていったのでなんか店内に飾られているあの絵とかはやおさんが描かれた絵とかがいろいろあってで私はそのなんかお前や上がっちゃって「えこれもあの描かれたんですか?」みたいなめちゃくちゃあの質問させていただいたりしてでもあのすごく親切に答えてくださって。であの うん、すごいねこれはここからここはあの宮崎駿さんが手書きで書いてくださったんですよみたいなことをおっしゃってくれたりとか本当に雰囲気のいい不思議な不思議な空間がポツンとあるようなあのそんなところだったので是非お近くの方はあの土日すごく混むそうなのですがあの早めにあのオープンと同時にもし近かったらね行ってみてください。 でね、あのトトロのねシュークリームはねあのみんなにどうやって食べたのみたいな感じでツイッターでコメントをくださったんですけど問答無用あのド頭真ん中からナイフを入れさせていたただきました <laughs> そこに関しては私,ちょっと私の友達はもう何の迷いもなくあここだよねみたいな感じであの <laughs> カットさせていただいたので美味しく食べました。 その友達がとはなんであったかっていうとその友達がね来月結婚式を挙げるんですけどもそこでまあ私が、えー、と歌をプレゼントさせてもらうっていうことの打ち合わせとかをいろいろしててでさその前にも Twitter でさ「みんな家紋ってある?」みたいな家紋について私が、あのー、みんなになんかこう聞いたと思うんだけどそれもその友達が結婚式をするっていうことでなんかこう。 あの何お互いの家紋っていうか相手の家紋に入るみたいなことになって家紋の話になって今までその生きてきて家紋というものにこう触れ合ってきてなかったからこうこ,こでなんか改めて家紋あのなんだっけ自分が持ってるあの着物とかを嫁いだ先の家紋を自分の持ってきたい なんだっけ着物に入れて、なんかなんだっけな。<laughs> と継ぎましたよ、みたいな。嫁入りです、みたいなのになるのかわからないんだけど、なんかそんなこんなで、なんか家紋の話でめっちゃ盛り上がって、自分の家紋ってなんだろうねって話になって、で、私は、あの、すごく親族が多いんですよ。本当に多くて。で、えっ、ー、と、まあ、その、 たどっ,ってたどっていったら、まあ、おばあちゃんがいるんですけどおばあちゃんはもう亡くなってるんですね103歳か106歳かなんかで <laughs> 亡くなったんですけどそ,うそのおばあちゃんからいろいろ聞いてたんだけどでも私も小さかったし家紋なんて全然わかんないし覚えてなかったからその今回ねその話に上がって面白いなと思ったから親族全員がいるグループラインで。 うちの家紋って知ってるみたいなことを聞いて、そしたらなんか結構、なんか、おばあちゃんのお父さんが九州のどこかで、なんか、大正時代明治え、わかんない。<laughs> えー、なんかとりあえずなんか、政治家みたいな、か、政治家だったらしいんですよ、その時代。だから、あの、秘跡がうちの、 うちのおばあちゃんのお父さんの秘跡があったりして、で、そこにこう家紋が書かれてるみたいな。で、それを見に行ったいとこのお兄ちゃんがいて、で、写真ももらって、あ、本当だってなって、でうちの家紋はこんなんなんだっていう。なんか丸になんとかとかあるじゃないですか。それがすごい面白くて、で、なんか、な、な、なに、そこからね、あの家紋についていろいろ調べて、家紋になんかランキングみたいなのもあるらしくて。 そうなんかでなんか特別なものだなのかなと思ってたんだけど知るまではねでもみんなあの皆さん意外と知っててコメント欄見るとツイッターでね「なんかうちは何れないですよ」とか「であ皆さん知ってるんだ」と思ったらなんか日本ってすごいなというか日本人ってすごいなって。 思った <laughs> こんなの多分絵画にはないからなんかすごく、ね、誇らしくなってね胸がジーンとしたっていう話なんですけどねなんかこれってあれなんですかね家紋をこう伝えるじゃんそうすると苗字は分かったりするのかしらえどうなのかしらでも家紋めちゃくちゃ面白いよねあっていう話でした今週は。ななんんかいいろんな楽しし話をした 一週間だったかな友達にもあったり。はい。ええー、さてさて、アニメバスタード暗黒の破壊神の第二期エンディングテーマの私の新曲、ラ・ミュゼパールは皆さん、えー、配信中ですが、聴いていただいていると思います。ありがとう。聴けば聴くほど、なんかこう、癖になるような、あの、スルメ曲かなと自分では思っているのですが、どうでしょうか そしてですね、あの、こちらも SNS でちらラホラと発言したりとか、あとは本当にね、海外の方から、あの、配信はまだですか配信はまだですかどこで聴けますかエピソード12で流れているジェールのあの曲はどこに行ったらいつ聴けるんですかみたいなことを本当に、あの、DM とかメッセージとかコメントとかいろいろいただいて、私の、えー、ディサピアという挿入歌か。 なんですけれどもバスタードの第36話39話2期の12話と15話の挿入歌として使用されております「私のディソピア」という曲の配信が決定いたしましたありがとうございます、えー、こちら来週の8月25日金曜日来週の「チエラジが終わってすぐですかねの配信開始となります こちらもですねあの、ぜひ楽しみにしていてくれたら嬉しいなと思います。あのこちらはですね「ラミューゼ・パワードゥ」とは違って、えー、と英語がほとんどの歌詞にはなるんですけどもまああのすごくシンプルなあ切ないなんてうんだろうまっすぐ切ないもう心の叫びじゃないけどその訴えをあの言葉にしてますので。 あのそこまで難しい単語はねもちろん使ってないしすんなり聞いていただけるんじゃないかなと思います英語が苦手な方でもはいなのであのねこれもまたちょっと配信されたら話ししようかなとは思いますが、えーまあ、ラ・ミゼ・パラドゥとの違いだったりをあのもろもろ発見して楽しんでもらえたらいいなと思っております えー、ここでですねあ、リサピアについて、えー、とメッセージをいただいているので読ませていただきます、えー。ララライさん、リサピア聞きました。ジェイルさんの切ない歌声がたまらなく好き。バスタードのあの,あの場面、曲と合っててすごく良かった。早くフルで聞きたいな。ということで、ありがとうございます。そうなんですよね。私もあのエピソードを進める中で、あこんなにいいシーンで使ってくださるんだな。 嬉しくなって実はですねあのー、これは何、あのー、てうんだろうあの挿入歌としてあのっ作ってくださいって言われたわけではなくて今回は、まああのー、シーズン2のエンディングテーマ担当させ,てさせていただけるということで。 そのアニメ制作サイドの皆さんから「どんな曲どんな感じの曲がいいですか?」みたいな感じであの「こんな感じで作ってください」みたいな感じであの言われるんですけども「まあ、バスタードシーズン1」のエンディングはですねあ,のあえてエンディングっぽくないような曲にチャレンジしてあの作ったのが「ブレスレス」だったんですが今回はまあ、えー、と物語の,あの雰囲気もありますし あのザ・エンディングというかこうしっとりした切ない、えー、バラードというかそういうのを作ってくださいということだったんですけど、まあ、そこで私の感情だったりいろんな気持ちを込めてあの華やかに登場人物もすごく皆さん華やかなのでなんかそんな感じで作ったのが「ラ・ミュージェックパード」だったんですがこう何てうこれ,これってどうですかみたいな感じでデモ曲をですね23曲聴いてもらうことがあのよくあるんですけども。 そのの時にあの出したのがディサピアだったんですよねディサピアとラミゼ・パラドを2つ聴いてもらってでエンディングにはあのラミゼ・パラードが選ばれたんですけれどもあのこのディサピアもすごくいい曲なので別のシーンで使わせていただけたらということであの嬉しいお話をいただいたのでこの曲があの挿入歌として使われることに使っていただけることになったんですよね。 なんであの、どっちも使ってもらってすごく嬉しいし。この曲はこの曲で私の、うんと、思いをすべて込めてるので。誰も楽しみに、フルを待っていただけたら。と思います。それでさ、今週は。あの、台風が来て、来てたやん。 で、日本、西日本の,あの方は大変だったかなと思いますが、あの、関東はですね、えっと、そこまで、あの、それ、それてくれて影響はなかったんですけども、なんかスコールのような雨が降りましたが、たあの、皆さん大丈夫でしたかなんか被害とかはなかったかな西日本のファンの方も、あの、JLG リスナーでいる、いると、いるの知ってるので、屋根とか飛ばされてない大丈夫気になります。 がここでテーマトークのコーナーに参ります、えー、8月のトークテーマは怖い話ゾッとした話あなたが体験したものでも聞いた話でも構いませんすな、えー、さん、えー、新曲は配信開始日に即購入して毎日聴かせていただいています本当はすぐにでも感想を書いて送りたかったのですが今回の曲調は普段私があまり聴かないような感じのジャンルで え最初の感想はわからないでした別に悪い意味で言っているつもりはなく単に私の中の物差しでは消化できなかったということなのですが気を悪くしたらすみませんどう感じているかを率直に書くなら曲を聴いている間は体力をゴリゴリ削られて聴き終わった時は全回復すると同時に最大体力値がちょっと上がった感じがするということあまりポジティブな感想には見えませんが私はラ・ミゼ・パーデュが好きです。 それだけは間違いないいなです嬉しい <laughs> さてトークテーマの怖い話ですが体験談を一つ20代前半でまだ実家に住んでいた頃週末は地元の友人の家によく入り浸っていましたとある週末の日その日も友達の家でだらだらして夜12時を回った頃暇を持て余した私たちは友人の車ですぐ近所のマイナーなスポットを2カ所回り その後車で1時間ほどのところにある全国でも割と有名な心霊スポットに行くことに民家もない山奥にあるスポットで途中までは車で行けるのですがある程度近くまで行くとあとは歩きです街灯などの人工的な光が一切ないところを携帯のライトと月明かりだけで歩き回るのは二十歳を超えた男2人でいても割と本気で怖かったですそこでは特に何事もなくそあ捜索 探索は終わり、友人に家まで送ってもらい、その日は終わりました。そして次の日の昼頃、まだ寝ているところに友人から電話があり、電話に出ると少し元気のない声で、お前は大丈夫かなんともないかと聞いてくる。何の話をしているのかと聞くと、友人が昼前に出かけるために車に乗ろうとしたところ、右前輪タイヤに釘が5本刺さってパンクしていたそうで、気味が悪くなり私に電話してきたとのことでした。 私は特に何もなかったので、まあ何かの偶然でしょうと適当に話を収めて、その週は終わり、あ、週、終了。そして次の週末、またまた暇を持て余した私たちは何を思ったのか、再び心霊スポットを巡りました。今回は友人が車を出したくないというので、私の車で行くことに。その日も特にトラブルなくスポット巡りは終わりました。次の日、先週の友人の車に起こった出来事を思い出して、自分の車を確認しに行くと、 特に異常はなし。内心ほっとして部屋に戻ろうとした時に、自分の車の後ろに止めてあった母親の車を見ると、なぜか右前輪に釘が一本刺さってパンクしているではありませんか。なぜそっちなんだと思わず突っ込みを入れてしまいました。気味が悪いというより、なんだか母親に申し訳なくなり、それ以降、心霊スポット巡りはしていません。長くなりましたが、私の体験談でした。 皆様も心霊スポット巡りはほどほどにああいうところは足元が悪かったり不審者がいたりして単純に危ないですよということで <laughs> 怖いね <laughs> ただなんかこうなんて言うんだろううん私もその心霊スポットとかあの行くのはすごく反対派でというのも あのまあ見える方とかってたまにいらっしゃるじゃないですかでそういう人たちが私の周りにもいるんですけど話を聞くといや何て言うんだろう自分の家に見知らない人がずかずか入ってくるのは誰でも嫌でしょうみたいなでまあ家というわけではないんだけれどもそうだから荒らされたりとかあの するのは嫌じゃないみたいな感じじでそれは同じだよみたいなことをやった時にいやほんとそうだなと思ったのであとは何だろうあんまりそういうの <laughs> 怖いっていう、うん、感覚は私あんまないんですけどでもね何あるか分かんないっていうこのあのすなさんもおっしゃってたけど単純に足元が悪かったり不審者がいたりするのも で怪我したりとかする方も怖いしあと私これ見て思っちゃったんだけどもしねあのそこにいらっしゃった目には見えない存在のものがお怒りになられて追いかけてきて車にの大ヤに釘を刺してるっていうその釘を刺してるっていう。 くサさーとか言いながら刺してんのかな。思っーオたら <laughs>。面白いなって <laughs>。その刺してる姿を想像したら面白いなって思っちゃった。怖かったと思うんだよ。怖かったと思うんだけど。なんかね、間違えたんでしょ多分その、お母さんの車にやっちゃった。しかも1本でしょその、友達は5本刺したけど、お母さんの車には1本ってことは多分、その友達の車は覚えてて、 とくっしゃーと思って5本ピシオピシオってカンカンってやってさで次の日もなんかまたその次の日次その次も来たからさのんこりなやつだなと思って多分ついてたと思うんだけど。 ちゃんのあどっちの車だったっけと思ってあ、うん、うん、こっちかなと思ってピシュってやったけどあなんか違うと思ったのかなそれであやべえってなって一本で帰ったのかもしれないし <laughs> わかんないけどなんかそんな私はちょっと面白いなとちょっとかわいいなとも思ってしまいましたはい <laughs> ですが皆さん本当に本当にこういうところには行かないほうがいいと思いますはい皆、えー、砂さんありがとうございます こんな感じであの怖い話とかずっとした話とかあのぜひもっと怖い話あったらぜひ聞きたいので私が怖がるのかどうか <laughs> ぜひ皆さんあの体験度でも聞いた話でも教えてくださいさてさて早いもので本日もお別れの一曲の時間になってしまいました7月のリクエストテーマは花火花火がテーマ花火が歌詞に入っている曲方角 洋楽問わず募集しておりますえー、リクエストを頂くだくださったのはマーさん「ミスチルの花火いいですねいいですね」いいですね「真夏の長いスタジアム思い出したな花火が入った曲そろそろあれかな愛子さんの夏の星座にぶら下がるやつかダオウコーさんの上から見るか横から見るかのやつかダオウコさんの打ち上げ花火のカバーで聞いてみたいかも」ということだったんですが。 えー、ミスチルさんの花火あの結構リアクションをいただき嬉しかったですで初めて歌ってみたんですけどあの女性記に変えて歌ってみたところあのね原曲であるあ桜井さんの「爽やかな花火」と違ってもうあの血管 <laughs> 大爆発の,もうあの打ち上げ花火ドーンみたいな花火になってしまったんですけれどもそれはそれでチェールル牛が聞いたんじゃないかなと あの思いましたありがとうございます聞いてくださった皆様そしてリクエストくださったラオコさんのカバーはですねあの私一人では無理っぽいので今夜はさんの方を歌いたいたと思います本当に私もこの「愛子さんの花火」をね小学校の時カラオケでものすごく歌って練習した記憶があります。可愛い,いなーって 小学生があの時愛子さんを可愛いなって思ってた気持ち今になっても変わらない可愛いなと思っているのですごいよね愛子さんの存在自体もそうだし曲自体のかわいさも相まってはいそんな可愛い、えー、曲を歌わせていただきますそれでは聴いてください愛子さんの花火 つかつかない画質の中の瞬間はいつも お聞きいただいたのは愛子さんの花火でしたいかがだったでしょうかさて JL 字では私のトークやみんなからのリクエストに月間テーマを設けて放送しております8月のトークテーマは「声話ずっとした話あなたが体験したものでも聞いた話でも構いません」この夏は暑いので皆様期待しておりますそしてリクエストテーマは「花火」 えー、花火がテーマ花火が歌詞に入った入っている曲洋楽邦楽問わず募集しますまた私に聞いてみたいことや皆さんのお,やお悩みなどなどどんなことでもいいのでメッセージもらえたらと思いますテーマトーク楽曲リクエスト私に聞いてみたいことお悩み事どれもツイッターに「チェラジカタカナでチェラジ」をつけてツイートまたはメールでチェルラジオあと gmail.comtie LLERADI を「atomagmail.com」までお送りくださいこのチェラザズジオルームを通して皆さんとつながって大きくて広くて優しい空間を作っていけたらいいなと思っております、えー、来週はですねチェラジズが終わったら私の新曲「Disappear」が配信開始予定ですので皆様来週はあの何す 眠たくなるかもしれないんですがあのちょっと前日にたっぷり寝ていただいてあのどうか来週は夜更かし付き合っていただけたらいいなと思います楽しみにしていてくださいねそれでは今夜も聞いてくれてありがとう明日もあなたにとっても私にとってもいい日になりますようにおやすみなさい